魔物のせいで、夏の魔物のせいかな。なんかね、全然つかないのよ。でもみんな、なんで？なんで？っていう原因不明。とにかく原因不明なためにですね、今日はちょっとインスタライブからお送りします。ちょっと井出拓也チャンネルは、問題が解決されましたら、また生放送しますんで、その会員の皆様はですね、ふざけんなと。もう総理も辞めちゃったし、出たくやチャンネルも辞めんのかい、と思う気持ちをですね、ぐっとこらえていただきまして、引き続き、出たくやチャンネル、応援お願いします。その勢いでね、出馬でもしようかな。というわけでね、ある意味ちょっと出馬したんですけど、何に出馬したかと言いますと、出馬じゃないか FGO ザステージ、簡易時間神殿ソロモン。ね。簡易時間神殿ソロモン。という、皆さん大好きな、フェイトグランドオーダーとね、スマホアプリがありまして、それの、舞台版があるんですよ。どうやら。で、6章の、円卓の騎士、エディビエール。ね。獅子をぶっ倒すぜ。のお話。7章の、ギルちゃん、エルちゃん、仲良しこよし物語、ありまして。それで、いよいよ2020年、FGO ザステージ、簡易時間神殿ソロモン。ね、まだ全然言い慣れてないです。簡易時間神殿ソロモン。というのはですね、今日、本日、さっき、舞台やるよっていうお知らせをしました。まあ、私はもっと前から知ってました。言いたくてしょうがなかったけど、言ったらすっごいいろんな問題になるんで、黙ってました。偉い。偉いなぁ。黙ってんだもん。もう、内緒。ずーっと内緒。知ってたけど。知ってたけど、もう、内緒。もう、ツイッターとか、しようもんなら、もうすぐ言っちゃいそうになるから、ずっとツイートしなかった。だって、言いたくなっちゃうの。ねえねえ。知ってる？ FGO ザステージ、簡易時間神殿ソロモンやんだよ。言いたかった。でもずっと我慢してた。でももう言える。だ、言う。10月18日に、プレビュー公演。立川ステージガーデンっていうとこで、まずやる。まずやる。プレビューね。プレビュー公演って何なのかは俺もちょっとよくわかんないけど、多分やんだよ。FGO を。で、10月24から30、東京国際フォーラム C。国フォ。国フォー！フォフォー！ね、東京国際フォーラム C。で、やります。っていうお話でございます。そして、こんな感じですけど、一応、主演です。あ、小林太郎さんが見てる 一応主演でございます。一応というか、主演でございます。
私はロマニア・キマンというね役でございまして、ロマニさんが主演ね、そんな日が来るとは、まあ、知ってましたけど知ってましたけどね。で、まあやっぱりこのシリーズじゃないですか、この何でしょう、6章あって7章あってずーっとね、ずーっと網戸なんていじめられた時代もありました。カーテンの裏ね、皆さん3時間もカーテンの裏にいる気分わかります？それがですよ、ついにカーテンをぶち破って出てくるのか、いや主演だからといって表には出ず、それでもずっとカーテンの裏にいるのか、これはわかりませんが、一応ねロマニさんのお話なんじゃないっていうことですよ、主演ってことは。これでだってロマに全然関係なかったらね、政治に物を言わせた俳優ですよ、俺主演じゃないと出ないぜみたいなね。というわけでやりますんで、ぜひね見に来ていただけたらなと思いますよ、よろしくお願いします。でね、今回藤まる子ちゃんのね、律香くんと、また新しい子供たちが、生まれまして、もうね会ってまあちょっと稽古というか、もうしてるんですけど、実はねすごい可愛いですよ、もう赤ちゃん二人とも、もう赤ちゃん赤ちゃん、またね一からね子育てをします。で今回ダヴィンチちゃんにマイハネミミちゃんっていうね新しい奥さんいまして、マシュ七尾あかりは、そのまんまね、私が引き取ったんですけど、まあ新しい家族となってね、簡易時間神殿に行くのかな、 GoTo キャンペーンで簡易時間神殿 GoTo するっていうようなお話、で皆さんご存知かどうか分かりませんけれども、まあマーリンっていう、そのなんでしょう、すぐ寄ってくる、なんだろう、サザエ一家の後ろにいる伊佐坂先生みたいな、ポジションね、アキラっていうやつがいるんですけれども、まあ、出るみたいなんで、この間ね、アキラくんにも、アキラくんは結構なんか会うんですよ、すれ違いで、カツラ合わせとか衣装合わせとかでちょっとすれ違うんですけど、相変わらずなんか元気そうでちょっとイラッとします。はい、それからね、空風林出たりとか、空風林ですよ、空様、空の兄貴ね、空の兄貴の加藤くんもうすごいなんかなんだろう、まだそんな会ってないんですけど、会って3分くらいでなんか、あ、すごいリスペクトしてくれてんのが伝わるな、俺なんかしたっけ加藤くんにって思うくらい、なんか伊勢さんおしゃすみたいな、うわ超空風林じゃんと思って、
ゲイボルクで一突きしてやりました。ね、それからソロモン、ソロモン役のね、神永くんだったりとか、それからレフさんね、レフにでけんだ、レフにまたで、レフにもうすっごいこの衣装と衣装着こなすレフニーでして、うわーいいスーツ着てんなレフニーみたいな、すごいねひょろっとしててね。マッシュが見てる。あ、マッシュついにね二人だけ残っちゃったね。ねえ、残っちゃったね。ねえ、パパ再婚します。ね。新しいね、子もできるから仲良くしなさいよ。そう、村田さんのレフ。村田さんがまた面白いんすよ。なんだろう。人間版ダイオウイカみたいな感じ。二人だけが残りました、最終章。残ったね。ここでね、まあ残った者同士。まあ言っても FGO の、ゲームをですね、された方は、この最後ね、この、終章の、マッシュとロマニの激動っていうのはもう見ていただけてると思いますけれども、まずちょっとそれは言わずにね、まだの人もいるかもしれないんで、まあ一緒に大爆発しましょうっていうことくらいしか言えないんですけど今回もきっと盾を持って頑張るマッシュ、走り続けるマッシュ、それを網戸越しで見守るロマニ、そして新しい新米マスター、でももう終章ですから、まあ分かんないですよ、その、どっからこの簡易時間神殿ソロモンが始まるのか分かりませんよ。お話ね、この FGO ザステージ。結構簡易時間神殿から始まったら、全然分かんない人いっぱいいると思うんで、まあそういうこともないと思いますけれども、それでも、やっぱ舞台、ね、あれゲーム普通にストーリー読むだけでも何時間もかかるじゃないですか。それをまあやってもね、簡易時間ソロモン舞台やってもまあ3時間とかやってもねとかじゃないですか。3時間超えちゃうともうそれ歌舞伎とかの世界なんで、どっから始まるのか分かんないですけど、一応10月の18が最初のプレビュー公演ですから、まあ今やからやっても間に合うとは思うんで、頑張ればね、最初そのクーフーリンとロビンと、アンデルセン育てておけばなんとかなるんで、ちょっとやってみてください。で、一応その今簡単に言うと FGO1 と2ありまして、1と 1.5 と2っていうのがあるんですけど、1さえ終わっておけばいいと思いますね。ゲームクリアしてない方頑張ってクリアしてから見た方がいいと思いますね。身内かなこれ多分そうじゃないとこう分かんないと思うんで、
マッシュも育てとけよとかね。そう、マッシュはね、危ない、今便利って言いそうになったんですけど便利だから、ぜひ、ちょっと FGO のゲームね、やって見ていただきたいなと思います。まあ一応その旬ということもありまして、ここは一つちょっと座長としてね、示していかなきゃいけないなということもありますんで、一応ロマニカラーでございます、髪の毛ね。今一番いい感じのロマニカラーにね、間に合いました。でも割とあまりカンパニーでは突っ込まれない感じですけど、なんで髪染めたんですかみたいなね、いや分かれよロマニでしょと思うんですけどね、そういう感じでちょっと、まあ、緩やかに気合は入っております。まあチケットとかですね、まあちょっと、まあ、追って、発表されるんじゃないかなと思います。まあご時世もあるんで、まあどうなんでしょうね。最近舞台見に行ったりとか皆さんしてらっしゃるんですか？どうですか？まあ配信という形になるものもあったりしますよね。なんでその逆に言えば、もし配信になの部分、それから生の部分でこうチケット取れないとかっていうことなっても、まあ配信がもしあるのであればね、こうもう見てないって言うわけにはいけなくなるので、ぜひ見ていただきたいと。まあね、ただそのまあこのロマンにはね、あまで見せつけたいなという気持ちはあるんですけれども、いやちょっと配信あるかどうかわかんないですけどね、座席半数だろうから倍率怖いね。まあちょっとその辺はさすがに僕もね知らないんですよ、それ僕決められないから。とかね、まあちょっとわかんないですけど、とにかく多分やります舞台なんで、楽しみにはしててください。楽しみにしていただけたらやるんじゃないかと思います。それでもね、頑張ってますから皆さん、ニュー藤丸リツカ、コウタちゃん、コウタちゃんね、コウタちゃんと高石ちゃん、チャピチャピしながら頑張ってますよ。なので、まあ見に来てくださいと、楽しみにしてるよ。あとはハンカチは持ってきてください。いやちょっとハンカチいんのかわかんないですけど、というところでございます。今日ねお話ししたいのは、本当はねいでたくやチャンネルでいろいろ喋りたかったんですけれども、でもまあ今日せっかくそのインスタライブ見て、これ誰でも見れるじゃないですか。なんでそのFGO ザステージやるんや、あ、その主演の井出さんインスタライブしてはるんやってなって、今日今見に来た方もいらっしゃると思うんで、なんか聞きたいことがあればお答えしますけど、まあ、特に用がない、井出に用がないのであれば、まあちょっとね、
何か井出に聞きたいことや井出に用があったりしますかね。急にインスタグラムダウンロードしろって言われて餃子は焦ったぞ。あ、急にアカウント作っていただいたんですか。どうもすいませんね。あ、水着アビーちゃんはね、引けてないんですよ。ただ水着イリアちゃんがもう二人いるんで、服着させんのにね、大変大変です。イリア、イリア、タクヤなんで、イリア、タクヤ、イリア、いや、イリア、イリア、タクヤなんでね。ただ水着夏アビーちゃん欲しくてたまらないね。だってこうお子ちゃまに強いスキルがねあったりするから、ちょっとお子ちゃまで揃えたいね。今日の井出工房は何する予定だったかと言いますとすごいふざけてるんですけど、いやでもな、これちょっと言わない方がいいかな。これ振り替えの楽しみっていうのもあるよね。 FGO で一番好きなキャラね。あ、難しいな、ちょっと待ってね。井出工房の話ね、今日は実はこの、あ、ちょっとこれ以上言えないですけど、ちょっとアイドルうちわを作ろうとしてました。いや、このアイドルうちわを作ろうとしてました。なんでかっていうと、まあ、これちょっと最近ライブとかないじゃないですか。で、まあ私が6月に無観客ライブしたライブが、DVD が作れまして、それがまあいよいよ、まあ、来月の中にご購入された方届くと思うんですよ。で、まあ基本的にそのライブハウスとかでこううちわってまあやっぱちょっとね、隣の人にぶつかったりするんで、まあダメって言ったりしてるんですけど、家で見る際はうちわ使えるじゃないですか。まあ、なんで今日大好き拓也がね、まあそれからその FGO ザステージ、まあこれちょっとわかんないです、これわかんないですよ、わかんないけど、もし配信っていう形式があったなら、その舞台見ながら大好きロマンで裏とかにね、ピースしてよアーキマンとかね、もう書いてもう応援しようみたいな、そんなことをやろうとしてました今日ね。だけどちょっとね、ちょっと夏の魔物がまだ早いと、まだ DVD も来てないし、みんな FGO ザステージもどういう形式やかまだ分かんねえから、ちょっとまだ待てってことだと思うんだけど、ちょっとなんで次回井出工房うちわ作りますんで、皆さんもお手元にこのうちわね、しかも蛍光を押すから気合入ってるんで、これにあれなんですよ、こういう蛍光のカッティングシートみたいなので、こう本当に字作って貼ってみんなと一緒にうちわ作ろうと思ってたんですよ。東急ハンズに行って、店員さんにね、このカッティングシートって、そのメートル単位で売ってるんですよ。1メートル800円とか、千何ぼとかで売ってるんですよ。で、まあ、こういう、まあ、番組やってるんでとか言わずに、店員さんに、すいません、
私うちは作りたいんでカッティングシート欲しいんですけど、どうやって買ったらいいんですかって、まあ、勇気を出して聞くわけじゃないですか。であっち側もうわと、こいつ絶対アイドル好きや、多分俺のシンデレラとか書くんだなみたいな感じでこう見られて、でもわかんないから、だいたいこのうちわにカッティングシートどれくらい使うんですかみたいな会話とかして、まあ人によりますねみたいな感じで、でもあのいろんなパターンの色あのカットしてもらったんで、あコメントにありますけど100均で揃うらしいんで、まああの100均でもいいかと思うんですけど、まあやっぱどうせなら東急ハンズに行ってですね、うちは作りたいんですけどってあの切ってもらうのがドキドキしていいと思います。まあなんで、まあ、マギマリとかね貼ってちょっとみんなで、ああ楽しかったねなんてやろうとしてた入れでございます今日はい。まああのこれちょっとあの結構面白そうなんで、うちは作るの僕もあの結構そのカトゥーンのねライブとかに行ってあの楽しむんですけど、手作りうちわはまだしたことがないんで、ちょっとこれを機に自分があのオタクとして、生息する時もねあのちょっと作ろうかなと思います。まあなんであの私の DVD とか舞台がねもし配信されるようでしたら、ぜひこのいでたくやチャンネル会員になっていただいて、このいで工房で一緒にうちわ作りを紹介しますので、どうせだったら次回いでたくやチャンネル見てください。お願いします。はい。でも結構あれですかね、皆さんそのうちわとか作るのかな、まあオタクですもんね皆さんね。あオタクですもんねって言ってる、大丈夫です。あ僕もオタクなんでね、どうせねそういうもんですよ。器用じゃないからいつもうまく作れないです。あ大丈夫大丈夫、それ気持ちだから。それであのなんか結構光りすぎるやつはダメらしいですよ、うちは。それ何かというと推しの目をこう傷つけないようにね、こうコンサートのこうビームとかがこう反射して推しの目をねやっちゃうのダメじゃないですか。ただ、まあ、家で振る分にはどんだけギラギラにしていただいてもいいんでね、作りましょう皆さんと一緒に。あロマニうちは挑戦します。いいですね。あ自作5枚ある。あそうっすか、かなりだね。オタクっぽいこと何もしよらんいや、いいんじゃないの、それは、それはそれでさ。いいね。サイズ大豆とかね。モールもダメだぞ。隣の人の邪魔になる。なるほどね。モールもダメらしいよ。でも家で振る分にはいいから。今特に暑いんで。ね。いいじゃないですか。自分の名前ね、貼って。たくや頑張れ。最終的にはきっとこう、チラシ寿司用にね、うちはなるんです。ヒースうちはね、いいじゃないですか。いろんな活用法あるんで、このいでたくやチャンネルすごいためになる番組なんですよ。本当に。もうね、ためになることしかやってないので、まだ見てない人いるんだっていう気持ちなんですけどね。まあ、次回はそのうちわ作りやるんで、見てください。
はい。あとなんか井出に用がある方いらっしゃいますか。なんかね、結構今話すネタいっぱいあるよ。今いっぱいある。キンブレの中身も作ろう。だいぶ宇宙話で盛り上がってますね。なんだろうな。なんか聞きたいことがあれば。あ、餃子作るのうまくなりました。そう、ためになったんだね。そう、今アリエッティやってんだね、日テレで。亀梨さんの映画もう見られました。いや見てないね。ね、怖いやつね、見たいよね。もっとインスタライブ見たいな。いや、なんかね、インスタライブ、こういうご時世になってから毎日やってる人いるじゃないですか、アキラくんとか。すごいね、心から尊敬するよね。ゲーム苦手なのでどうやったらやる気出る。いや、ゲーム苦手な人とかいいんだね。それね、面白いゲームに出会ってないんじゃないかな、まだ。ゲームだけやっていいんだったらゲームだけやって生きてるよ、俺は。あ、そうですね、ブラックスターのカラオケ楽しみです。え、それこそですね、ブラックスターというスマホアプリの、ヒースというキャラクターがいまして、それのね、歌歌ったりとか、セリフを言ったりとかしてるんですけども、曲もですね、僕が歌詞書いてラップしてて、いよいよ私が作ったトラックがカラオケのから流れるんだと思うとちょっと感動しますね。どうなるんだろうなぁと思って。ええ、なんでカラオケ、まあ密にならずにね、行ける人は行って、見てください。まあ結構ね、日食とか、まあ、皆殺しだとか言うんで、あんま密で皆殺しだって言われても多分結構引いちゃうんで、結構一人でまず行った方がいいかもしれないですね。ガンガン千里眼もカラオケ配信してほしいな。あれはね、あれね、もし配信されたら絶対アキラくんに誘われるんでね、ちょっと嫌だな。はあ、うちはカラオケで使います。あ、なるほどね、いいっすね。結構皆さんカラオケ行くんですかね。行かないのかな。まあもう、いい。あ、そうですね。明日 BS の志村けんさんの番組、あ、出ます。もう結構再放送なんで、見たよっていう人いらっしゃると思いますけども、お坊ちゃん拓也くんがね、見られると思いますから、BS プレミアム。志村けんさんの番組、ドラマですね。見てください。いっぱい見るものあるじゃん。見るものもやるものもいっぱい皆さんありますね。はい。あとね、あれだわ。いや、これは言えないけど、
結構楽しみにしててほしいものもまだ隠してたりします。でもね、黙ってる、まだ秘密にしてることがあるんですけど、楽しみにしててください。ね。あとなんかありますか？今日ね、うちは作る予定だったんで、なんかこんななんかダラダラね、喋る予定はなかったんですけど、なんか、喋りたい、喋るべきことがありますかね。なんだろうな。肩幅広い気がするんですが、また舞台に向けて鍛えてるんですか？ああ、これね。いや、じゃあもうその話しちゃう？その話しちゃおっか。のね、まあ、今回その、ロマニーさんが主演っていうことで、まあ、前回もね、7章のバビロニア見てくださった方も結構いらっしゃると思うんですけど、結構なんでしょう、3時間の長距離マラソンしながら喋るみたいな舞台なんですよ。なんでとにかく、まあ、体力とか必要だよねっていうことで、まあちょっとトレーニングをねしてました。結構もう2月くらいからもう体をね作り直してましたら、まあロマニさんの衣装合わせがありまして、それでまあ一応ね、衣装さんにその前入れ、多分前の衣装はもうちょっと着られないかもしれませんっていうこと言って、でもいや井出くん細いじゃない、井出ロマに細いじゃない、いやでもこれちょっとやばいかもしれないですって言って、でまあ衣装を着たら、まあもう、ロマニのね、白衣がね、もうなんかもう嫌がってるくらいピチピチで、でもなんかね、選手みたいだったの、なんか。で、なんかまあ、案の定、その、アキラがいて、その日に。ヒデさん、とか。ビチビチじゃないですかみたいなこと言われて、ちょっとロマにムチムチやな ってなってしまい、結局ですね、まあもちろんこう舞台の新しくなるためにこう衣装チームの皆さんがですね、こう衣装を磨き直してくれるんですけれども、今回ちょっと背中の方ですね、5センチくらい大きくしました 結構だね。で、このいわゆるビジュアル撮影の日に、まあ、ランスロットの小野賢人君がいまして、で、まあ、久々だったんですけど、あ、賢ちゃんとか言って、いや、ちょっと俺体大きくなっちゃってさ、賢ちゃんはすごい細長いんですよ。で、え、マジで？とか言って。え、ケンちゃんさ、前の衣装着られんの？着られなくなったことない？みたいな話してて。いや、ねえだろみたいなこと言ってたんですけど。まあ先にケンちゃんが終わって。
時に、じゃあな、デブって言われたんですよ。で、ただ僕人生で、デブだった時代が一回もないんで、じゃあな、デブって言われた時に、ケンちゃんも誰に暴言吐いてんやろうと思ったら、あ、俺?俺デブ?っていうね、そんなお話がありました。ただデブではない。一応言っとくけど。前の衣装は着られなくなったけど、デブではない。ので、まあ、体力使うんですよ。本当に。舞台っていうのは。まあ、なんで、まあ、そっからちょっと、ペース考えて、本番一番いい、一番理想の体型のロマニに、まあ、なりますけど、可能性として、デブロマニ。お、もし、もし、いつかくん、もし、二人とも、無事かい?お、ワイボーンだっていうね。ちょっと可能性、ないかな。ヒースくんも、超デブ。お、ミラゴルスだ、もう。ミラゴルスだ。アキラや。ねえ、アキラ。ちょっと俺のさ、最初のさ、衣装着た時、やばかったよね、ちょっと。デブではなかったって、ちょっとみんなの前で言ってくんない?アキラ。アキラ。アキラ、早く。早く否定してくんない?デブではなかったよな。アキラ。おい、マーリン。いや、まあ、ちょっと、アキラ、早くコメントを打って。アキラ、パンプロマンでしたね。逆算がすごかったです。否定しろって、アキラ。アキラ、まあ、なんもんで、まあ、ちゃんと10月の、ね、18には、仕上げて、そうめんみたいな、そうめんみたいなロマンに見せます。ただ今はちょっと、待ってください。体が、仕上がるんで。ね、嫌でしょ?デブ、デブロマンに。否定しなさいよ。はい。まあ、ライブもありましたしね。人類に対するロマニの質量が増えると思えば許すぜ。そうですか。頑張りまーす、いで。あとは何かあります？このままだとちょっとデブで終わってしまうんで、ちょっと話を変えましょうよ。ブラックスターのカラオケは9月8日から順次配信開始だと。まあ、ダム、ジョイサウンド、いろいろあるよってことですね。本田レオくんとニャンニャンすんのかな？楽しみ。にゃんにゃんはしないんじゃないですか?言っても相手大自慢なんだよね。言っても。やっぱ。でも大自慢でやすね、僕のカルディアンの中で一番強いですからね。もう全部がマックス。だって強いんだもん。あ、いいですね。イデーボイスはもう録音したの?あ、しました。ね、クラウドファンディングのリターンで、イデーボイスっていうのがあったんですけれども、通称イデボ。
皆さんの拝見させていただいて全部収録されましたんで、まあ、楽しみにしててください。結構いいですよ。そういや公式 LINE の存在覚えてます？あ、井出拓也公式 LINE っていうのがねあるんですけども、え、ご存知の通り全く覚えてませんでしたね。全く覚えてませんでした。忘れてました。鍛え方教えてください。私も今頑張ってるけど腹筋割れないので。ああ、いや僕が教えるとそのちょっとパンプロマになっちゃうんでやめた方がいいかと。稽古でお会いしましょう。あ、寝ろアキラ。おやすみ。おやすみ。井出くんの LINE 通話聞きたい。どういうことだろうな。盗聴？盗聴か。思い出したってことでまた追加してください。ああ、 LINE ね、 LINE のメッセージね。はーい、覚えてたらね。イデボカえなかったやつに何を選んだかだけ教えてくれ。いやそれは教えらんないよね。やっぱだってそれはもうイデボを買った人のよ、もう特権だよそれは。あんだけ言ったのにイデボ買った方がいいよって言ったかな。だけ言ったから、それも買わなかったらもうちょっともったいないですね。ラーメンは何味が好き？いい質問だね。知りたい？俺がラーメン何味が好きか。いい？数ある質問の中でそれでいい？本当に。俺のラーメンの何味が好きかでいい？じゃあ、小声ね。醤油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 。もう追加でライブ CD 買えないの。ああ、ライブ CD ね。いや、ライブ、サイン付きっていうのはもうクラウドファンディング。応募していただいた方のみで、まあ、通常版はライブがあれば、その時の物販などで売られたりするんじゃないでしょうか。はい。ね。スタンダードだね。あ、ラーメンね。海の家みたいなんでね、食べるラーメン。それからプール上がりのラーメンは美味しいよね。テンテレの時から井出くん好きです。大人になった今でも応援できて嬉しい。テンテレの時からは嘘やろ。な。何年か俺のこと全く考えなかった時期あるでしょ、本当は。言ってごらん。よく言われんの。街とかで。テンテレの頃から好きでした。いや、それはもうさすがに悪いよ。悪い女だよ、それは。あなたのこともう15年くらいずっと好きなのって。絶対嘘。もう絶対翔太くんとか。ゆうやくんとか、かおるくんとかのこと好きな、だった時代あるでしょ。絶対、たくやくんだけのはずないでしょ。知ってっから俺。言ってごらん。ねえ。そんな俺ずっと、そんなもう何年も、好きでいてくれんだったら、もうなんかするよ。じゃあもうそんなもうそんな好きでいてくれ、会ったことない俺まだ。てんてんの頃からもう毎日もう好き、
ね、浮気したっしょ。ね。知ってんのよ。でも責めないよ。いいよ。いいよ、いいよ。ね。I don't know your language, but I love you. お前の言ってること全然わかんねえけど、俺お前のこと愛してんぜってことね。ああ、ありがとうね。言葉じゃないと。愛情は言葉じゃないと教えてくれたのね。バビロニアからの新参者だからな。おお、バビロニア見て、イデめっちゃ好きやって思ったってこと？マジで。ありがたいね。いいね、いいね。あ、そう。じゃあもう、簡易時間神殿も見るんだ。いんの、たまに。いや、もうバビロニアからめっちゃ好きでした。で、じゃあ簡易時間神殿見たって言ったら、いや、それ見逃しちゃったんすよね。いるのよ、たまに。ダメもう、それ。ダメダメ。それもう、その時、タクヤじゃなかったでしょ、好きなの。マサヤとかでしょ。トシとか。ね。ダメダメ。それダメよ。ああ。ヒース君から入って FGO で沼りました。おお。なるほどね。どっちも大変な人だよね。またいつかバスツアーとかやるんですか？あ、ねえ、やりたいね。なんかバスツアーいいね。あれとかやりたいね。屋形船。いでと屋形船。いただきました。5月にブラスト始めて、そこで井出さんを知りましたね。いいいい、知りましただったら OK だって。井出の出が手になってるから、あなた。じゃあ今日覚えて、井出の出は出口の出なの。これもし5月からして、井出くんのこと好きになりましただったらダメだって。井出の出が手になってるもん。それ好きじゃないよ、それ。それ、もう、好きじゃないから。ね？あ、いただきました。テレビ選手の時からずっと好きです。いや、嘘だって、それ。違うもん、もう。違うっしょ？つよしとか、ね、ボブとか、ジョージとか、その間好きだったでしょ？俺以外の人も好きだったでしょ。ね。もうそれは好きじゃないから。ね。ずっと好きで、雑誌とかいろいろネットでコピーしてスクラップしてました。あ、いいじゃん、いいじゃん。いいね。貼ってんだ、俺。俺貼られてんの。家の中でね、こうやって。出して出してよってね。はあ、なってんだね。並行しててもいいじゃん。いや、いいよ。いいよ。強しも好き。拓也も好き。それでもいいよ。嬉しいよ。ね、うわっ、久々に見た。チャラい。それをこう文字で打ってるとこを見るといいね。うわ、久々に見た。チャラい。送信。どんな気持ちで送信されてんの、俺は。チャラいなって思って。あ、そう。あ、いい、いいよ。天帝時代大きくて3歳だったから覚えてないし、見てないかもしれない。多分見てないよ。ありがとうね。ああ、おはスタから好きです。
あーいいね、おはーっつってね。小島春菜が好き、七尾あかりが好き、松井樹里奈が好き、井手拓也が好きという並び。あ、そう、どこに引っかかってんだろうね俺は。マザー牧場また行きたいです。あ、いいね、いいじゃないね。とにかく井出くんが好きなんです。あ、どうもありがとうね、嬉しいよ。もうそんな好きでいてくれんならもう本当嬉しいよ。顔、鈴木翔吾も好き。一番言っちゃいけない、それ。それはもう一番言っちゃいけない。どうせだったらもう俺の会ったことない人にしてよ。他好きな人。で、俺の友達だよ、だって翔吾。ね。友達も拓也も好きって、もうそれはもう、推し同士が殴り合いするようだよ。ボーリングは、あ、ボーリングはね、できるようになったらもうすぐするから。ね。あ、もう多分これそろそろインスタライブ終わっちゃうな。これは勝手に消えちゃうんだよね、最近ね、1時間で。じゃあもう一回言っとか、いいっすか？ FGO ザステージ、簡易時間神殿ソロモン、プレビュー公演、10月18、立川ステージガーデン、10月14から10月30、東京国際フォーラム C で、私のロマニア・アキマン主演舞台やります。国宝です。ぜひ見に来てください。それからブラックスター、私が、作詞手掛けました、トラックも手掛けました、ブラックスターのチーム B 日食雷神、9月8日から順次ダムやジョイサウンドでいろいろ配信されるということで、ぜひ歌ってください。あ、残り1分って出始めてますよ。私の目標は、とりあえずパンプロマニにならないことね。皆さんも健やかに健やかに生活してください。今日は本当は井手拓也チャンネルの予定でしたけれども、まあちょっとトラブルがあり、どうもごめんなさい。ただ次回の井手拓也チャンネルは皆さんがお家で応援できるうちわを一緒に作りたいと思いますので、またスケジュール近々出しますので、ぜひうちわを作るご準備をしていただいて、私と一緒にうちわを井手拓也チャンネルで作りましょう。それでは新しい子供と新しい嫁と FGO 稽古頑張りますので、楽しみに、あ、楽しみにしていてください。パンプロマニでした。